また今日もって。はい。はい、どうも、おいゲームズです。今回も、ドキドキ文芸部やっていきたいと思います。ってことで、前回引き続き、ルシャナさん、よろしくお願いします。はい、どうも、よろしくお願いします。はい、じゃあ、いつも通り読んでください。はい。また今日も、さゆりときこうする。入部してからまだ数日しか経っていないが、すでにたくさんの変化が起きている。今日の帰り道でのさよりは、何かいつもより静かだ。なあ、さより。ん？あ、ごめん、ぼーっとしてた。ああ、そうらしいな。さっきのことを考えてたの。私はこうすること好きだけど、その…さよりは言葉を見つけ出すのに苦労している。その、いつかゆりちゃんがルシアナと一緒に帰りたいって言ったら、はあ、どうする？なんだその質問は。そんなこと急に聞かれてもな。それどっちですか？一緒に帰りますか？それともさよりと帰りますか？そうだな。いや、まあ、さよりと一緒に帰るかな。さより、ゆりがいるからって俺がお前をないがしにするとか本当に思ってるのか？でも、ゆりちゃんは美人だし、頭もいいし。おいおい。ゆりとは毎日部活で会ってるだろ？それに一緒に帰るとき、お前はいつも楽しそうだし。それを台無しにするような真似はしないよ。ルシアナって変わってるね。私なんかのことを考えすぎだって時々思うよ。ゆりちゃんが一緒に帰りたいって言ったら何も問題ないのに。さより、このことについては俺はもう決めてるんだ。時々お前が何考えているか本当にわからなくなるよ。ごめん。それに怒りようもないことについて考えたところで何の意味もないだろ。会話が途切れる。さよりがこうしたことを気にしているのは珍しい。しかし俺はさよりを尊重したいし、喜んでいてほしい。文化祭まで、あと数日。それまでに何が起こるか、誰にもわからない。っていうね、はーっていう。さあ、来ました。今回、毎回恒例のこれです。これは、わかる？もうルール。選ぶと、この左のキャラクターの子が、その喜ぶんだよね。ピコピコって。そう、その喜ぶ子が、その好きなフレーズらしいんですよ、一応。多分私の見解だと。なるほどね。で、それが多分今後の、なんかストーリーに関わってくるのかな、きっと。変わってくるんじゃないかな。まあ、こういうとこで一応ギャルギ要素があるっていう。そう、で、俺は結構さゆりちゃん寄りの押し方をしてるん、ね、で、今までは。はいはいはい、はい。まあ、ルシャナス選んでいいよ、名前とかで。わかりました。まあ、パパッと。パパッと。じゃあ、逃避。ね。じゃあ、自殺。はい。こっちだからね。あね。意外だね。私服。私服。こっちなんだ。セックスに。それはやばい。振動で。はい。あ、そっちか。じゃあこれが償うってやつなのかな？これね。はい。あとは、じゃあ、寄ってくね、美しさ。美しさ。こっちなんだ。意外だな。魅力。魅力。あ、こっちですね。さゆりちゃんですね。のー。じゃあね、なんかどっかで出てきたシンク。シンク。ああ、この子じゃなかった、確かできた。ああ、そうだっけ。わかんないな。じゃあね、興奮。
興奮する、興奮してるね常に。マジか常に興奁。闇、闇、闇闇か。まあじゃあエントロピーで。エントロピー、やっぱまあ大体真ん中の子いかないの。なっていかないね。なっていちゃんいかないね。洞察、洞察右上のあれ、でもなんか絶頂前言ったしな。じゃあ砂糖でどうよ。砂糖、俺真ん、あ、砂糖多分左、あ、真ん中なんだ。あ、すごい、真ん中なんだ。じゃああとはね、欲求、欲求、欲求不満なのかな。それは草じゃあ一緒に、一緒に、はあ、やっぱ左か。一緒にいてほしいんだね。じゃあ異様、いいよ。左の、はいはい、あ、そっちか。軽蔑、軽蔑、左の、はい、オッケー。あーね、うん、難しいな。羽毛、あーこれ、ね、左上、オッケーオッケーオッケー。あ、真ん中ね、真ん中なんだね。なんか残像って誰だったかな。残像いく、はい、ああ。あ、やっぱ右か。結構こっち多いね、今回。多いっすね。笑う。笑う。あ、微妙だな。なんか、二人がやっぱ多いね。あ、行って帰って行って帰って。だね。あら。また私が最後だったのね。気にすんな。俺も今来たところだ。まあ、そんな顔してるわ。ええー。またピアノの練習していたんですか？そうなの。あははは。モニカちゃんは意志が強いですね。この部活を作ったり、今度はピアノの練習だったり。多分意志が強いっていうよりは、そう、これはきっと熱意ね。この部活だってみんながいなかったら成り立っていなかったもの。それにみんな文化祭に向けて手伝ってくれて私はとっても嬉しいわ。あー、文化祭が待ちきれない、超楽しみ。 What?夏希、あなたは昨日不満そうにしてなかった？まあね、そうね、私たちの出し物は楽しみじゃないから。でも文化祭自体は一日中遊んでいろんなもの食べれるから最高の日なのよ。お前、さよりみたいなこと言ってるな。モニカ、イカ焼きは定番よね。イカ？へ、変に具体的な質問するわね。まったく、あんたもしかしてイカが好きじゃないの？あんたに限ってそれはないでしょ。え？好きじゃないとは言ってないけど、それにあんたに限ってってどういう意味？だから、あんたの名前の通りよ。もう、イカ。はい？てめえぶっ殺すぞ。それでそのダジャレ、そのダジャレ、翻訳したら通じねえ、バカだるいな。 What？ あ、ごめんなさい、素の私が出てしまったわ。今私たちの出し物集中しましょう。いいわね。うん、はいはい。どうせモニカのリアクションユリやサユリほど面白くないもん。ちょっと、そもそもサユリはどこなんだ。ああ、いたいた。さよりは部屋の隅で座っており、ぼんやりと下を見つめている。俺は彼女の方へ歩く。よう、さより。彼女の顔の前で手を振ってみる。え？またぼーっとしてるぞ。あ、へへ、ごめん。気にしなくていいから、他のみんなと話していいよ。はあ、なんかお前大丈夫か。もちろん。なんでそう思うの。今日のお前ちょっと変だからさ、勝手に思い込んじゃってごめんな。私のこと心配しすぎだよ。
ほら、私なら大丈夫だから。さゆりは大きな笑顔を見せる。それに、みんなと楽しそうにしてるルシャの邪魔したくないよ。そうか、わかったよ。お前がそう言うなら。心配しながらちらりとさゆりに目を向けてから、俺は他のみんなの方へと振り向く。しかし会話はすでに終わっており、みんなはいつもの行動へと移っている。ちょっとさゆりのことで何か気づいていないか、モニカに聞いてみようか。文化祭の準備をしている中で一緒に過ごしている時間も多いはずだ。おどおどと俺は書類を整理しているモニカに近づく。あら、ウルシャナ君、どうしたの？ああ、ちょっと変な質問かもしれないけれど、最近さゆりに何か変わったことはなかったか？何か変わったこと？それはどういう意味で？考えすぎかもしれないけど、最近はちょっと浮かない表情をしている気がするんだ。あら、そうかしら？私は特に何も気づかなかったけれど。モニカは部屋の向こう側でぼんやりと机に消しゴムを吸い付けている。さゆりに目をやる。何か悩み事があるかもしれないわね。でもそれをルシアナ君の方から聞いてくるなんてね。私なんかよりさゆりについてよく知ってるのはあなたなんだし。ああ、でもあいつはこうしているのは初めてだ。何か気がかりなことがあったらいつも俺に相談しに来てたんだし。なのに今回は聞いても避けられているみたいなんだ。ごめん、お前には関係ない話だった。ただ聞いてみたかっただけなんだ。もうこの話はやめるよ。いや、そんなこと。これは私にとっても大事なんだし、私だってさゆりは友達よ。それに我が部員のことなら私だって放っておけないわ。私からが話しかけてみようかしら。え、本気か？なんだか一人にしておいてほしいみたいだったけれど。そうかしら。もしかしたら気になる人には言いづらいことなのかもね。ん？気になる人？それは一体どういうことだ？つまり鈍感童貞なあなたのことよ。俺の？どうやったらそんな結論にたどり着くんだ？そうね、あんまり言わない方がいいのかもしれないけど、さゆりはどんな話題よりもあなたのことをよく話すのよ。え？あなたが入部してから本当に楽しそうにしてるわ。まるで彼女の中でもう一つの明かりがついたみたいにね。なんだって？そんなことは。さゆりはいつもあんな感じなんだよ。いつもすごく明るくて、ずっと昔から常にああいう感じだった。へ、おかしい人ね、ルシアナ君。さゆりがいつも元気そうに見えるのはあなたがそばにいてあげたからなんじゃない？ああ、ちょっと言い過ぎちゃったかしら。ごめんなさい。詳しくも知りもしないのにね。決めつけちゃったりするつもりなかったから、今言ったことは忘れてね。私もさゆりに声をかけてみるから、ひとまず気にしない方がいいわ。あー、そうだな。モニカは意味ありげな微笑みを見せる。忘れろとは言われたけど、彼女の言葉はもう頭から離れないだろう。モニカは席から立ち上がり、部屋の向こうにさゆりの方まで歩く。彼女がさゆりの端にしゃがんで優しく話しかける光景を俺は見つめる。だが声は小さすぎて、ここからだと何を言ってるかは聞き取れない。俺はため息について、席に座る。さゆりには気にしないで他のみんなと楽しそうにしていろと言われたけれど、彼女がこうしているうちはそんなの無理だ。ここまで気が重くなってしまうなんて、俺は一体どこまで彼女のことを気にしているんだろうか。
アヘンみたいじゃないか。でも今の俺にできることは、モニカを待つことくらいだ。でん、でん。よし、みんな。しばらくしてから、モニカはそう呼びかける。そろそろ潮見さわない？気づかないうちに、すべてがいつも通りになっていた。みんな自分の塩を取りに行き、俺も同じようにそうする。モニカの方に目をやると、彼女はこっちに微笑み返す。彼女は一体、さよりと何を話していたのだろう。さあ、今回誰行きますか、最初に。ででで、ん、じゃあちょっと様子が気になるんで、はい。さよりちゃんから行きます。さよりから行きますか、OK です。はい。てん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 、いい感じかな。嘘言え、気に入らなかったって丸分かりだぞ。でも私の意見なんか気にしなくていいよ。だってこれは違う人に向けて書いたんでしょ。多分ゆりちゃんに。はあ？誰かのために書いたもんじゃねえし。そうかな、そういう意味じゃなかったんだけど。でもいいんだ、私の願い通りルシアナの新しい友達を作ってくれてるんだもん。それを見て私すっごく嬉しい。ルシアナも嬉しいよね、この部活に入って。まあそりゃもちろんだろ。よかった、それが私にとって一番大事なことだから。ありがとう、ルシアナ。さより、何かあったのか？え？うん、何も。ちょっと疲れてるだけ。えへへ。そうか？何かあったら言うんだぞ。言うよ。私のことは心配しないで、ね？あとはみんなと遊んできて。そういうのなら。やったー。今日はちょっと早めに帰るね。さより？モニカちゃんには気分が悪くなったって言っておいてくれる？また明日ねー。俺が言葉を発する前に、さよりは鼻歌を歌いながら軽快に部屋を出て行ってしまっ、部室を出て行ってしまった。ほう。ちなみになんだけど、俺あそこの場面でそもそもの話すると、はい、詩作るとき俺結構さゆりちゃんに寄ったから、実はあの言葉ちょっと違うんだよね。あー、そうそう、実はちょっと違うんですよあそこ。それはまたちょっと別パートとかであげれたらあげようかな。なるほどね。そうそうそう。じゃあ次誰行きますか。じゃあ面倒見てたモニカで。あー、行きますか。じゃあやっほー、ルシアナくん、文化祭まで、文化祭でどの詩を発表するか考えたりしてる？まあ、この部活にいるだけでも恥ずかしいのに、大勢の前で朗読するなんて、もう少し考えないといけないかな。いいわよ、気楽にね。何を選んでもきっとうまくいくはずだから。そうなったら私も嬉しいわ。あはは。それじゃあ、今日の詩を見てみましょうか。ああ。俺は手に持っていた詩をモニカに渡す。頑張ったわね、ルシアナ君。読んでいる間に思わずため息が漏れそうだったわ。比喩表現がとっても素敵ね。なんだかこんなにも深い内容のものと書くとは思わなかったわ。あなたを過小評価してみた、してみた、周りの期待は低くしていた方が楽だからな、楽だからな。そうした方がどこかで頑張ればすごいって思われるし。あはは、何それずるい。でもその通りになったわみたいなのね。ところでこの詩はユリの好きな書き方でしょ。象徴性と比喩表現が満載の書き方ね。さゆりは逆に簡単で素直な言葉で幸せや悲しみ表現するが好きなんだけど、ユリはその詩から読者がそれぞれ解釈を起き出すような書き方が好きなの。あんな風に効果的に書くのはとても難しいわ。
読んだだけで何かが伝わるようにすることと、微妙なニュアンスを深く考察させること、それができるようになるまで何年もかかるわ。ユリはそれだけ練習を続けてきたってわけ。もっとも本人に聞いたわけじゃないけどね。俺がそのレベルに達するにはまだ全然遠いな。気にしない気にしない、自分なりのやり方でいいんだから。新しいことに挑戦し続けましょう。そうやって経験を積んでいくものよ。それより今度は私が詩を見せる番ね。そうだな。すべてを知る女性、地上のどこかを渡り歩く女性の古い言い伝え。すべてを知る女性、すべての真理を突き止めた美しい女性。すべての意味を、すべての目的を、今まで抱えてきたすべての望みを。そして私は一枚の羽、風の流れに、流れのままに宙をたゆたう。毎日ではない、毎日逆だね。あ、確かに。あ、ひまいって読むな、これ。前に探し求める。伝説などありえないと悟りながら、暗い行き先の中を探し求める。それでも何もかもが過ちで、誰もかもが見放した時には、なんだっけな、これ。なんかわかりました、これ。いやー、わからない、これも俺。伝説しか残されていない朝、なんだっけこれ。薄明って言うんだよ、俺は。の差に紛れる最後の星影なのだ。ついにある日風がそよいだかな。かな。私は降りる。降りて、いつまでも降りていく。羽のような静けさで、乾いた、弾くとは呼ばんだよな。無機質に。ウジクだが、親指、ウジク。わかんねえ。行こうか、次。わかんないですね、これ。だが、親指と人差し指が私を摘む、美しい女性の手。彼女の瞳を見ると、その視線は途方もない。すべてを知る女性は、私の考えていることを知っている。私が物を言う前に、うつろな声で彼女は答えた。私はすべての真理を得ましたが、どれもこれも存在しなかったのです。意味だと存在しない。目的だと存在しない。私たちが望むのは、いつだって実現し得ないもの。私はあなたの伝説ではありません。あなたの伝説はありえません。そして彼女が息を吹きかけると、再び宙を舞い、一陣の風が私を連れ去る。何かを学んだり答えを求めようとすることが人生に意味を与えるんじゃないかしら。哲学的な話をしたいわけじゃないけれど、ふとそんなこと思っちゃったからそれについて書くことにしたの。そうか、あまり深く考えてなかったよ。ある意味矛盾してるわよね。だって全ての答えを知っていたらこの世界に意味なんてなくなっちゃうんじゃないかしら。あのさ、一つ気づいたことがあるんだけど、どうやらここの部員たちは楽しいことより悲しいことを書くのが好きらしいな。あ？驚いた？だってもしジェイさんに言わなかったら、ちょっとごめん、今何やってんだろうって思ってしまったから自分で書くこともなくなってしまうんじゃないかしら。人間は二次元的な生物じゃないんだから。あなたは誰よりもそのことを理解していると思ってたのに。それって一次元的のことか？あ、それ。それよりも、本日のモニカちゃん執筆アドバイス。自分の作品はいまいちなんじゃないかなんて恥ずかしがって他の人に見せられないなんてことはないかしら。頑張って作ったものに、何これ。淡い？ゆるい？いや、ゆるいとはちょっと違う気がするけど、まあ読めなくはない。まあ、反応してもらえなかったらがっかりするものね。
でも他に執筆が好きな人と知り合えたら見せ合うのも楽になるわよ。だってその作品の良し悪しだけじゃなくて、その作品に注がれた全ての要素を検討してどうすれば良くなるかということに集中 することができるのだから、その方が励みになるし上達するモチベーションにもなるわね。そうなるとまるで自分たちだけの小さな文芸部みたいよね。以上本日のアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。さあどっち行きますか。じゃあまあ順番通りなつきちゃんで。はいはい。まあまあね。まあまあ。まあそうね。昨日と同じぐらいの良さね。あんたのやろうとしてることはわかるけど、私の好みじゃないわね。まあいいんじゃない。あんたがいろいろ試そうとしてるのはいいことだと思うわ。まあ最低限それぐらいはしないとな。なんでお前は俺の死のことになるとそんなに感情的になるんだ？そんなに俺の死の出来が気になるのか？違う、気持ち悪だから童貞なのよ。勘違いすんじゃねえよ。あんたの気が緩んでないかを見てることが私の役目だけよ。本当に？それで俺が怯えて逃げちゃったらどうするんだ？それはそのあんたはそんなことしないでしょ。ああその通りだ。ここで過ごすのは楽しいからな。お前の存在を差し引いても。うっそれ今の僕のでしたね。うってあなたでしたか。はい、ちょっともうどつき食らいました。僕はそうでしたか。夏木の肘がはい、ふーん。はい、ふーん。やっぱりあんたなんか逃げちゃえばいいのに。ほんの、冗談だったのに。へぇ、そう。なんてね、私も冗談よ。あははは。どこが冗談なんだ。マジで痛かった。まあ、夏希にとっては面白かったんだろう。そしてそれが全てだ。夏希の前では下手な口を口走らないよう気をつけようよ。じゃあ。夏希は何事もなかったかのように自分の詩を差し出した。あなたの砂浜になる。あなたの心は不安と恐れに満ち満ちて、この数年で魅力も衰え、焦ってしまったじゃない？焦ってしまった。でも今日はとっておきの場所に行こう。私とあなたの砂浜へ。見渡す限り一面のは何だったっけ？一面の岸とか。岸か。わからん。岸。おい、もう一面か。鮮やかな光を放つ海。そんなまばゆその前なら、あなたの心の壁も崩れてしまうよ。私は悩みを洗い流す砂浜になる。あなたがいつも訪れる白チームの砂浜になる。こんなときめきをずっと忘れていたんだって。あなたの心が弾むような砂浜になるよ。重苦しい気分は砂浜の山に埋めてしまおう。日差しを浴びて手をつなごう。戸惑いをしょっぱい海で洗ったら、キラキラ光るあなたを見せて。思い出は足跡の道に残していこう。帆に風をつかんで自由になろう。あなたと私の唇を重ねたら、あなたが素敵なわけを思い出して。私は悩みを洗い流す砂浜になる。あなたがいつも訪れる白チームの砂浜になる。こんなときめきをずっと忘れていたんだって。あなたの心が弾むような砂浜になるよ。私を隣にいさせてくれれば、あなたは自分だけの砂浜、自分だけの出口で、また自分を愛を探せるはずだから。愛せるようになるはずだから。ててん。うん。なんだかネガティブなことばかり書いてる気がしたから、たまには明るいメッセージも書こうかと思ってね。それに海って最高だし。
海について否定的なことを書こうなんてちょっと難しいよね。じゃあ最初に海について書こうと決めて後からイメージを考えたのか？ああ、それはまあ昨日の出来事があったからね。私とユリが同じことについて書いちゃったことに気づいてたから、あいつが思いついたテーマについて私がそれぞれ書くってことになったの。もうだってまさにあいつのやりそうなことじゃない。簡単なテーマを選んでおしゃれな感じに仕上げて私見せびらかそうとしてたのよ。ま、私はそんなのどうでもいいんだけどね。とにかくあいつの言う通りしただけよ。ただ最終的にはなんとなく比喩的になっちゃったけど、でもたまにはそういうのも別にいいんじゃない。それにいい練習になったんだし。はい、ってことで最後じゃあ最後ゆりちゃんですね。はいはい。てん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 、ルシアナさん素晴らしいです。あなたが綴った感情が伝わってきます。これは私が昨日提案したことを試した結果ですか？ああ、そうじゃないかな。ユリの教え方が良かったってことだ。もうちょっと感情を表現したかったんだけど、ユリは唾を飲んだ。手には汗をかいているようだ。あ、私、慣れていなくて。慣れていないって、何に？その、初めてなんで、なんと言えば。いいのか、その私。大丈夫だよ、急がなくていい。ユリは一息入れて自分の考えをまとめている。ユリがよく考えてから話すタイプなのを俺は知っているから辛抱強く待つ。ああ、そのこんな風に褒められることにだと思います。こんなこと言うとおかしいと思われるかもしれませんけど、でも私の文を読んで誰かがやる気を出してくれたということか、それが私とても嬉しくて。それって今まで自分の書いたものを他人に見せたことは一度もないってことか？うん。ユリはうなずく。本当に？信じられないな。本当に自分のために書いてますので、それに見せても笑われるだけですから。本当にそう思うのか？うん。イリは再びうなずく。ふむ、それが仲のいい友達でも？なぜかユリの反応、返事はなかった。ユリ？イリは悲しそうに微笑む。ルシアナさん、私は昼食を一人で食べているんです。ご存知でしたか？静かな場所を見つけて読書をするにはちょうどいい時間なんです。実際私はいつも何冊か本を持ち歩いています。読書が本当に好きだと言えるのかもしれません。ええ、それも一つの見解です。見方か、見方です。でも本の中はとても魅力的な人々で溢れています。恋をしてしまうほど素敵な人、本当に友達になれそうな人、いつも笑顔にしてくれる陽気な人、とても頭のいい人、何でも解決してしまう人、人生における謎を探求する人。だからそういう意味では私は毎日友人に囲まれているんです。わかりますか？それに彼らは決して私のことを笑いません。私がトロいからっていじめたりしません。私の体つきをからかったりしません。それに私が知ったかぶりだって言って嫌ったりしません。そんな風に言われてるのか？ルシャナさん、私は知ったかぶりなんかじゃない。むしろ逆です。私は何も知らない。私は人との接し方がわからないんです。どうすれば普通に振る舞えるかがわからないんです。自分を幸せにする方法すらわからない。こんな気持ちを抱えて、それを使ってできることは読むことと書くことだけ。でもようやくあなたと詩を見せ合うようになって、本当に欠けているものは何だかだったのか分かりました。でも俺は何もしていないよ。いいえ、
そんなことはありません。ただ辛抱強く敬意を持って接してくれました。それは私にとってとっても大事なことだったんです。ルシアナさん、私は自分が面倒な人間だということは自覚しています。話すのは遅いし、いつも自覚してばかりで物事を深読みして、でもいつもあなたは他の人と同じように私を扱ってくれた。私は誰かと話していて気まずい気持ちにならないことがほとんどないんです。でもどういうわけかあなたと話すときはとても幸せなんです。そうか、ユリは、あ、ユリ、俺は当たり前に接しているだけだよ。もし他のやつがそうじゃないんだったら、それはそいつらが間違ってるだけだ。その、俺は友達を作りたくてこの部に入ったんだ。そして少なくとも一人はそれに成功したと思う。そう思わないか？あなたがそう言うのなら、そうですね。私たち本当にお友達なんですよね。イリア両手で顔を覆う。でも今回は少し笑ってくれている。イリの詩を見せてくれないか？ええ、もちろん。すぐにお渡しします。砂浜、気の遠くなるような遠い昔から、大地の内と外が混ざり続けている場所。青空の下、喜びが満ち溢れ、灰色の雲が影を落とすのは解けない暗号。すぐに道を見失ってしまう世界では、全てを見つけることだってできるはず。お城が作れるのは砂の湿ったところ、でもそれは潮の来るところ。諦めるまで少しずつ優しく壊してくれる？それとも瞬きしている間に一気に奪ってしまう？どちらだって結果は同じ。それでも人は砂のお城を作るのをやめないの。浜辺に立つ私の足は泡に濡れて、どこ行った？ここ。あ、落ちか。足先。足先が砂に沈んでいく。心地よい潮の香り。吹きつける潮風は優しく力強い。絡みつく泡をもっと感じたくて、私はどこまでは砂を踏みしめる。我に返って浜辺を荒らす遊びをやめたら、前を向いて私は陸に戻る。永遠に。海について書くのはあまり意味のないことだということは分かっています。でも私は比喩的なアプローチをするために最善を尽くしました。ああ、夏希が教えてくれたよ。そうなんですか？何か変なこと言ってませんでしたか？単に夏希ちゃんがまた二人で同じテーマで書いてみたいって。きっと文体や思考などの違いについて比較するためだと思います。とにかくこれは夏希ちゃんのアイデアだったんです。夏希ちゃんのことですから、あんなことを言い出すのは驚くようなことはありません。夏希ちゃんを多分みんなに見せつけたいんだと思います。私は特別夏希ちゃんの文体に興味があるわけではありませんし、私はただ夏希ちゃんの要求に応えただけです。でもたまにはシンプルなことを書くのはそんなに悪くないと思います。リフレッシュになると思いませんか？時には頭を休ませることも大事ですから。ああ、確かにな。見せてくれてありがとうな。ほう。ちなみにさっきのはね、あれなんですよね。彼女も俺ちょっと文が違ったんだよね。あれが知れたんだな。初めて知ったな俺も。そう、あれも初めて知りました。よし、3人ともみんな詩の交換は終わったよね。そろそろ文化祭についての話を。ちょっと待って、今妙なことを言ったように聞こえたのは私だけ？え？確かに何かがいつもと違ったような。あ、そうです、私たちを呼ぶときいつも違う呼び方をしてましたね。呼び方なんて別に決めてないわよ。もうなんで今日は全体的に妙な雰囲気なのよ。ほらユリですら影響受けちゃってるし。これ歪んだ空気。
よどんだ、よどんだですね、よどんだ。よどんだ空気は大抵何か不吉なことが起きる前兆です。それはお前のファンの中での話だろ。見ろよ、違いなんてただセオリがいないってだけだ。あ、そうみたいですね。はあ、普段サヨリがどれだけ雰囲気を明るくしていてくれたかわかるわね。彼女がいないとまるでみんなのバランスがちょっと崩れちゃうかのような。それで一体どこ行ったのよ。おしっこにでも行ったのかと思ってたんだけど。夏希ちゃん、もう少し上品に言ってください。何よもう。ああ、なんか少し具合が悪いみたいだったから早めに帰ったんだ。そうなんですか。大丈夫だといいですが。なんかひどくない？具合が悪いっていうのにあんた一緒に帰ってあげなかったの？あんたらいつもイチャイチャしてたじゃない。ああ違う。まずは俺とセオリの関係を誤解するのをやめろ。それにだ、今日はなんか俺を避けてるみたいだったから無理させなくなかったんだ。ほう。なんでよりによってユリがあんな興味深そうに。みんな落ち着いて。私もちょっと前にサヨリと話したけど大丈夫そうだったわよ。サヨリはなんて言ってた？それよりともかく、文化祭に残りの準備をしなきゃいけないから、みんな週末何をするのか決めましょう。私はもう決まってるわ。そうね、夏希はカップケーキを作って。でもいろんな味でたくさん作らなきゃいけないし、一人で大丈夫かしら夏希。受けて立つわ。そして私は詩のパンフレットを作って印刷してくるわ。さゆりはそのデザインを手伝ってくれるそうよ。そしてゆりは、ユーリー、あなたには、ん？みんな、何かユリができそうなことを考えるの手伝ってくれるかしら？どうせ私は役立たずですよ。違うわ。そんなことないわ。あなたはこの中で一番才能がある人なのよ。うん。今度は夏希ちゃんまで拗ねちゃってる？俺らすら雰囲気の違いが分かってきたぞ。あ、俺すらか。今まで俺はサヨリの影響力を軽く見ていたようだが、あいつがいないとその分モニカにも負担がかかってしまうんだな。それはそうかもしれないわ。でももし私が部長の役割を果たせなかったら人として成長できないわ。だからユリ、あなた字は綺麗に書けるわよね。だから雰囲気作りとして、これなんていうんですか、弾幕？大弾幕と読みたかったけど、なんか違いますね。横幕なのかな？横幕ねえよ。横幕や飾りの準備するのはどう？雰囲気？それなら、私、雰囲気大好きなんです。ユリの表情は突然変わり、机を見つめてうなずいた。もうその気になっているな。だから字あんま上手くないんだよね、ほど。ビューティフォー！ユリ、すごい。助かるわ。となると、あとあなただけね、童貞くん。おっと？本当の役立つとしてな。ああ、もちろんその通りよ。それどころか、夏希もユリも少し厳しい仕事を任せられてるわ。どちらかに手を貸してあげられるといいんじゃないかしら。もちろん私のことを手伝ってくれてもいいし、そうしてくれるなら私だって本当に助かるわ。あー、それって要するにモニカは俺に週末はこの中の一人と一緒に過ごせと言っているのか。いいやん、めっちゃ。そんな提案に彼女たちはどんな反応をするんだ？あ、手伝っていただけたらきっと助かります。まあ、もしあんたが料理しなくても、あんたに引き受けてもらう雑用ならいくらでもあるから。モニカは私に選択肢を与えて
くれないし、あんただって黙って見てるわけにもいかないし。そのように夏希は言い訳をしようとする。私の記憶が正しければ、夏希ちゃんはカップケーキ作りは一人でしたいって言ってました。それならルシアナさんも邪魔したくないと思ってるんではないでしょうか。だから担当直入に言って、ルシアナさんは片付けを手伝ってもらった方がいいと思います。ちょっと待てやメス豚、そんなこと言ってねえだろうが。おっと、それに語りつきすることぐらいそんな難しいことなのか。おめえのおっぱいがでけえからでかいんだろ、意味ねえんだろ。おっとおっと、おう、言い訳すんじゃねえよ。ほんと何を言ってるんですか。とても細かくて大変な作業なんですよ。料理はそうじゃないって言いたいの。あんた何を思ってそんな。ちょっとちょっと、ストップストップ、少しクールダウン。結局どうしたいかはルシアナ君次第だと思うわ。それにルシアナ君は私と楽しい時間を過ごす機会やってあまりないでしょ。だから彼も私のことを。あんたついさっきまで納得いかないぞこれは。おお、ソーリーソーリー、言ってみたかっただけだから。はあ、もうさっさと決めない。そうね、ルシアナ君もそれでいい。最終的にあなたが決めることだもんね。ああもちろん。ふん、それでいいと思います。そういうことで、みんなが俺の方に視線を向けてきた。さあ誰手伝う。当然ながらなぜかさよりがいるっていう。俺が手伝うのはむむ、なんかすごいなこの決断。すげえ。まあこれを選ぶことによって週末のその要は土日かどっちかで、まあ過ごし方は変わるってことですよね。過ごし方が変わるってことだからね。多分分岐ルートなんでこれ入ったら。はいはいはい。いやここはさよりで。さよりあえてさよりで。誰かを選ばなくちゃいけないなら俺はさよりの手伝いをしたい。最低男やな。ほら俺たち近所だし。それにでもモニカちゃんは、モニカはさよりに手伝うってもらうって言ってたじゃん。はあ、そんなに私たちのことが嫌いなの？違うよ。ごめんね、こんなに話を難しくするつもりなかったの。ってことでさよりはダメでした。なるほどね。さあそれでは、じゃあゆりちゃんで。おお。お、まあそういうことならゆりを手伝おうかな。わ、私？あんたそれ本気なの？なんでまたそんな。夏希、また何か意地悪なこと言うつもりね。違う。ただ私はもう。それじゃあルシアナ君はユリを手伝うのね。ああそうすることにしたよ。よかったです。私ってこういうのは考えすぎてしまう悪い癖がありますので、ルシアナさんの手を貸していただけるととても助かります。それはよかったわ。夏希、カップケーキ作りの方は一人で大丈夫そうかしら。まあ大丈夫よ、一人でもできるって言っちゃったからね。そうだったわね。夏希が少し不機嫌そうなのは誰が見ても一目瞭然だ。それで準備することはこれで全部なのか？うん、これくらいだったはず。なんだかワクワクしてこない？みんな。ワクワクという言葉とは少し違うかもしれませんが、でも少しだけ楽しみな気がしています。ルシアナ君も同じ気持ちかしら？俺？まあどんな結果になるか楽しみではあるかな。フラグかな。私としてはそれで十分よ。夏希はどうかしら？
なつきちゃん、何よ、なんで私みんなから責められてるの。私何もしてないじゃない。違うんです、そんな風に言ったわけではなくて、あのリリは不安げに部屋にいるみんなを見る。なんだかごめんなさい。私なぜルシアナさんが私を選んだのか全然わからなくて、それにあなたのカップケーキは最高の出来なんですから、私のお茶とも本当によく合うんですから、私が何をしたってそれにはかなわないんですから。だから分かったから。それにしても驚いたわよ。何が？まあ幼稚なこと言っちゃったのは私なんだし、それは理解しているわ。でもあんたが突然私のことを励まそうとしてくるだなんて、私はそういうことあまり得意ではなくて、何か気に障ることを言ってしまったのならごめんなさい。驚いたのは夏希だけではなかった。ユリの言葉にはモニカも俺も驚きを隠せない。思いを言葉にするのが苦手な彼女が誰かを励まそうなんて勇気があること、勇気がいることだっただろう。だが俺も分かってきた。ユリはさゆりみたいなことを言おうとしたんだ。完璧にできていなかったとしても、ここでさゆりが言いそうな言葉を言おうとしていたことは伝わってきた。さゆりはいつだってみんなを明るくし笑顔を与えてきたからだ。いや、まあちょっとありがたかったわよ。なんでもないことに突っかかっちゃってごめんなさ、ごめん。でもこれだけ言わせてもらうわ。ん？出し物の一番いいところになるのは私のカップケーキなんだからね。あ、信じてます。そうね、みんなにはぜひ全力を尽くしてほしいわ。それじゃあ今日はここまでにしましょう。そろそろ帰りましょうか。よし、じゃあ行きましょう。みんな荷物はまとめる。話しながら部屋を出ていくモニカと夏希に続いて俺も部屋を出ようとする。え？俺は振り向いた。ごめんなさい、今週末にあなたと連絡手段がないことに気づいてしまいまして。ああ、そうか。俺もすっかり忘れてたよ。いいな、女のこと。電話番号でも渡そうか？そうですね、それが一番いいですね。よし、それじゃあ。俺とユリは電話番号を交換する。よし、それでは日曜日にあなたの家に伺いますので。え？俺の家？何か問題でも？いや、ないけども。すげえな、女が男の家行くのか。ただ俺が鉄道側なんだから、こっちがユリの家に行くものだと思ってたよ。それも問題だけど。ああ、そういえばそうですね。でも良ければの話なんですけど、私がルシャナさんの家に行けたらなって。そうか。そういうことなら別に問題ないぞ。その理由については深く追求しないことにした。どっちでも良かったわけだが、ただ部屋の掃除くらいはする必要があるな。俺も力になれるようにちゃんと手伝えたらいいんだが、俺にはお前のような発想力はないからな。ルシャナさん、そんなに自分を過小評価しないでください。私たちはきっといいチームになるはずです。たとえあなたが単なる同情で私を選んでいたとしても。待ってくれ、まさか本当にそう思っているのか。私には分かりません。私なんかを選んでくれた理由が他には見つかりませんし。一番常識的な理由を忘れているんじゃないか。ユリを手伝いたかったからお前は選んだんだよ。告白してんのかよ。でもユリはとても張り詰めた表情で何かを考えている。ユリ、考えすぎだって。単純すぎんだよ、おめえの言葉が。お前が考えすぎること、考えすぎるときは、こうやって俺が指摘してやるんだってよな。え？
私、気づかなくて。さっきも言ったが、お前は手伝いたいんだ。ただそれだけなんだよ。信じてくれるか？私。イリアは再び考え込んだ。しばらくの間、俺の目をまっすぐに見つめる。私、信じます。やっとの思いで、その一言を放ったユリは、表情を緩める。日曜日、楽しみにしてますからね。ああ。俺もだ。こうして会話を終えると、俺とユリは、教室を後にした。信じられない。はい、ってことでね、今回は、また長くなってしまったんで、これぐらいで終わりたいと思いますと。でね、ま、さっきも言ったけどね、話がほんと違う。全然俺のやってるやつと。ほんとにね、まあ、違うね。死の選択肢で変わるってことですね。そうそうそう。で、しかも、ルシャナシ、ユリちゃん選んだじゃん。はい、そうですね。一人だけの実況の時は、夏希ちゃん選んでるんだよ。ああ。しかも、あれも、先にモニカちゃんとかの方行ったりとかしてるから、モニカちゃんのやつとか見えてるっていう、だからちょっと違うんだやっぱり。だから結構見てて面白いかなっていう。だから多分こっから話はマジでガラッと変わると思う。なるほどね。ってことで、次回もお楽しみに。お楽しみに。バイバイ。バイ。